三四郎吹奏楽部でーす。さあ今日はスタジオ来ております。もうねスタジオのおかげかめっちゃ音が全部太いんですよ。すごいっすよ。いきますね。これはスタジオ効果かな。ですかね。いやめっちゃ吹きやすいです。なんかお風呂場で歌ってるみたいな感じでめちゃくちゃいいです。これスタジオすげえなー。ただですね皆さん、スタジオ来て今練習して楽器開けた瞬間に LINE 来まして、1月の本番すべてキャンセルだそうです。最悪やー、最悪やー。だから今から鳩と少年やろうと思ってるんですけど、モチベーションがどえらく低いです。これは辛い。トランペットの人にお話ししててね、動画見てくださってる方も結構いらっしゃって、言われたのが何人かにね、毎日練習、とりあえず毎日吹かな、もう意味ないで、って、ありがたいお言葉をいただいたんですよ。で、僕は本当に、あ、はい、ありがとうございます、って言いましたし、ね、思ってますけど、内心のどこかで、いや毎日は無理やわっていう自分がいるんですよ。これはどうなんですかね。経験者の方いかがですか。これ毎日やらんでも上手くなりますかね。すごいせっかく言っていただいてんのに、君毎日やった方がいいよ、絶対こっちの方が上手くなるから、毎日やらんとあかんでって言われて、はい、ありがとうございます、毎日頑張りますって言ってる内心、いや無理やって、毎日は無理無理って思ってる自分がいるんですよ。これでもいいですか、教えてください。ということで、モチベーションゼロで、なんかやる気ないことはないんですけど、毎日できるモチベーションはない僕がやる鳩と少年、インスタジオ行きます。今日も下の音は出えへんのかい。はい、というわけでですね、スタジオでも関係なく下の音は出ませんでしたけども、スタジオでもね、この吹奏楽部あるあるね、もう本番のね気分はなくなりましたが、行きたいと思います。さあね、さあ行きますよ。せめてねこのあるあるだけでもねバチッと決めないとね、今のところやっぱり手応えはないんで、行きますよね。あ、行きます。さあ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 、スタジオ、二つ目。メトロノームが止まったら、決めてないのに、率先して、ゼンマイを巻きに行ってくれる部員がいる。さよなら。